はい、と2019年12月10日本日のピックアップしたニュースの紹介、これ敵はどこなんでしょうかねというのが、日本とアメリカが共同でサイバー攻撃のテスト訓練を行いましたよ。日本の陸上自衛隊は東京で行ってたとして、これ共同演習に関しては熊本とかでもこれ行っていくんですって。アメリカと協力してやってっとるってことはね、そこら辺の軍事関連のサイバー攻撃に対するテスト訓練なんですけど、ってことは敵はどこと想定してやったんですかね。これ自衛隊が約5000人、アメリカ軍に関しても1000人以上参加して、オーストラリア、カナダも参加しとるとして、どこをしとんでしょうね。ロシアとか北朝鮮とか、ああいうとこあれなんかな、想定しとんかな。もうそうだな、だんだんデジタル化になってくるから、この攻撃に関するところもあれだもんな、そのネット制御とかデジタル制御の及ぶところの範囲が大きいから、単純にあれだもんな、あの物体がある兵器をポン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 飛ばしたり攻撃しとるだけじゃないもんな。ミサイルなんかの軌道とかね、想定とかね、どこら辺に飛ぶとか、距離とか重さとかも言い出したら、素材とかね、機械制御の部分、要はデジタル管理しとる部分が多いか、まあ当然でしょうね、これね。日本とアメリカは一応ね、これで仲がいいってことなんやけど、敵対はしてないって表向きは出とるってことは、本当にどこなんでしょうね、これね。どこを想定しとるでしょうね。しつこいでしょう、しつこいでしょう。どこなのかなーっていうところで。はい、ってことで次。ハックハック言いますけど、やりすぎると結構な罪になるんですよというのが、仮想通貨マルウェアでなんとなんと40万台以上のコンピューターを感染させたハッカー組織のベイロボが共犯で詐欺やマネロンなんかの疑いで懲役20年と18年を宣決されましたよ。これはやるなってことですよ。この組織がルーマニアで活動していて、トロイの木馬なんかで構成していたボットネットでビットコインやモネロなんかマイニングして合計400万ドル相当をまあやっていたってことなんですけど、40万台のコンピューターで、ね、で恐ろしいな。2人とも年齢は37歳で約20年間の刑ですか。あれだね、老後まで刑務所ですね。これマルウェアに感染させたマシンからクレカや他の情報を盗んで、それをダークウェーブで販売して、まあいつものね、おなじみの通りのやり方ですけど、さらにこれ感染してったマシン、要はマルウェアなんかで汚染させた機械に関しては、他のパソコンなんかを攻撃および感染させるボットネットの軍団として、要はあれですよね、兵器としてもう完全機能して仮想通貨マイニングに使用して、まあ恐ろしいな。要は例えばこれ、私の今やってるパソコンが感染させられたとしたら、この感染させられたパソコンがまた何、他のところを感染したり仮想通貨マイニングさせられるってことですね。本当にウイルスだよね、汚染だよな、完全な菌だよな、コレラだよな、こんなもんな。なんですけどやっぱりね、一応法律一応ね、まあまあ良くないことやっとるとこれぐらいの刑にはなるんで、ね、デジタル技術とかをまあまあ磨くっていうわけじゃないけど、やるのはまあまあ開発とかしたりね、そこら辺は個人の自由がいろいろあると思うんですけど、それでもやっぱりね、法律に違反したりするとこれだけの刑になりますし、何よりね、人のパソコンとかね、そんなウイルス撒き散らしてね、マイニングさせたりね、さらにクレジットカードや個人情報なんか盗んでダークウェーブで販売って、これ一応泥棒ですよ。デジタル上でやっとるから、なんかそんなに罪悪感ないように感じますけど、だってこれ要はあれだよ、八百屋で大根売って他のね、どっかの店で売っとると思うんですよ。例えばこれ大根が1本ね、100万円ぐらいするんだったらめっちゃあれですよ、なんか罪の意識ありますことない。なんでね、技術とかのひけらかしじゃないけど、そこら辺をね、まあ開発するのは自由ですけど、もうちょいなんか穏便にねってとこですね。これだけね、臭い飯食わなかんのですので、ということで、まあ、やめてくださいということを、なんか小さくボソッと言いたいということで、はい、ということで次はおらす。ニュースが少ないながらも、私的にこれめっちゃ本命なのが、EOS ブロックチェーンの背後にある企業のブロックワンが、EOS ベースのソーシャルメディアアプリのボイスを2020年の2月にローンチ計画していますよ。6月にボイスのリリース計画を発表していった後、ブロックワンはこれアプリ開発にお値段約1億5000万ドル相当を費やしていて、まあ恐ろしい金額だな。さらにこれ、voice.com ドメインの費用に関しても3000万ドルが含まれていて、完全にあれですよね、Facebook や Twitter のブロックチェーン SNS バージョンという認識ですよね。これめっちゃ期待してるんですかね。まあもちろんこれ、ベータ版っていうところがそこまでのっていうのね、なかなかの期待感っていうところはまだ難しいですけど、Twitter がそれでもブロックチェーンベースになって、そこにね、トークンベースの報酬メカニズムなんかが入ってこればめっちゃ面白いって思いません？フェイクアカウントなんか防ぐでいくっていうね、独自のユーザー認証システムなんかもありますし、もちろんまだまだ先だと思うんですよね。ブロックチェーンの開発とかに関して、本当あれだもんな、イーサリアムとか見とってもしっかりで、
期待感が先行しすぎてね、あのダップスとかの関連に関してもブロックチェーンゲームだって結局既存のアプリのね、あのドラクエウォークの方が本当どれだけあれ完成度が高いかと思いますもんね。あれだけコンテンツアップデート繰り返してそこなになに急激なバグがあるわけじゃない、サーバーが落ちるとかね、あのゲーム自体に支障が出とるわけじゃないから、そのレベルを超えるぐらいの精度かつブロックチェーンを導入してゲームにっていうレベルじゃないと既存のゲームとは戦えんから、この場合で言うとソーシャルメディアアプリですけど、もうなかなかあれだよな、既存のアプリの壁は高いでしょうね。まあそれでもこれはあえて期待しとるんですけど、さすがにこんだけの金額が突っ込んどるもんね、あの引くに引けんってとこもありますわね。 Facebook も当然こんなところはまあ視野に入れとるはずで、それでもなかなかあれだもんな、ローンチとかねたどり着かんっていうところは、それだけやっぱあれだな、開発とかにいろんな支障があるんでしょうね、困難な部分が。まあ、ほっとり素直にね、純粋に期待していますということで。はい、ということでそんな感じで来まして、ニュースが少ないながらも、結局どうしてもね、サイバー関連なんか、ね、なんかアンテナがピンピンときてそこら辺ばっか拾いましたけど、あの、ハッカーとかね、ハックとか、デジタル侵害とか、まあ言葉的にはね、なんかそんなにね、あの、重くないようなことです。これ一応あの、口悪い言い方すると、泥棒であり、強盗であり、ギャングでありますからね、一応ね。なんで法律に違反するのは当然としてね、あの、捕まればそれだけの年数も食らいますし、何よりね、あの、ネット上の空間でかっぱらっとるという、あの、罪の意識がなさそうに見えるけど、あの泥棒ですよってことを再認識というところで、まあ、そこら辺はね分かってて多分やっとると思うんですよね。これがでも本当に象徴されるとこじゃないけども、デジタル上の泥棒っていうのが要はハックが、これがもうなんか当たり前みたいになってきてるもんな。唯一のメリットっていうのは、その例えばやられてもお金とかはもちろんね、個人情報とかなくなって辛いかもしれんけど、あの個人に危害が与えられ、いや危害は与えられてますよ、もう精神的にね金銭やられてるのか、その苦痛なのも分かりますけど、あの何フルボッコされてさらわれるとかね、あの怪我させられるとか、そういうのがないとこだけがまだメリットですよね。根こそぎ持ってかれてウイルスに感染させられてめっちゃデメリットはあるんですけど、それでもまだ上回っとるもんな。まあ、そんなところね、対策ではないけど SNS のブロックチェーン利用導入ってことが EOS の EOS ベースのソーシャルメディアアプリボイスめっちゃ期待なんですけど、最初からそこまでのね、あの期待感っていうのはないけど、まあ徐々にアップデートしていくってことでしょうね。イーサーとか見とっても本当そうだもんな、あの期待感が先行して結局数年経ってもそこまでってとこだもんな。ブロックチェーン全体がそうだもんな、 DEX だ DAPS だ分散型だって言ってもなかなかあれだもんな。まあそれが別に価格に現れとると思わんけど、まあさすがにね、こんだけの金額つかんどるで引くに引けんとこがあって、まあ嫌おなしに開発してくれでしょうということで、まあテレグラムとかね、カカオとかね、そのあたりの期待感あるとこもありますし、まあ、慎重にね期待して待ちましょうというとこで、はい、ということでそんな感じ、以上2019年12月10日本日のピックアップしたニュースの紹介でした。そんな感じで終わり。